ゼネラルアトミックモレキュラーエレクトロニックストラクチャーシステムは量子化学計算のためのコンピュータソフトウェアである。オリジナルコードは1977年10月1日にナショナルリソーシズ・フォー・コンピューテーションズ・イン・ケミストリープロジェクトとして開始された。1981年にコードはゲームとゲームに分かれ、現在はかなり異がある。ゲームは アイオワ州立大学のゴードン研究グループのメンバーによってメンテナンスされている。ゲームは無償で入手可能であるが、ライセンス制限のためオープンソースではない。ゲームは、ハートリー・フォック法、密度反関数法、一般化原子化結合、多配置事故無動着場を含む、一般的な計算科学計算の多くを実行できる。これらの SCF 計算後の相関補正は、 配置間相互採用、メラー、プレセット法、結合クラスター理論によって推定できる。溶媒効果は、個別の有効、フラグメントポテンシャルあるいは連続体モデルによる、量子力学、分子力学法を使って考慮することができる。三次のダグラス、クロールスカラー補正を含む、相対論的補正も、計算可能である。本プログラムは、 分子力学法を直接実行することはできないが、有効、フラグメントポテンシャルあるいはティンカーコードへのインターフェースにより、混合量子力学、分子力学法を行うことができる。大きな形をフラグメントに分割することによって扱う、フラグメント分子起動法も用いることができる。また、原子化結合、VB2000 および、XMVB プログラム、 自然結合機動電子密度解析プログラムへのインターフェースも備えている。ありがとうございます。